おはようございます。お元気ですか今日は9月25日、えー、今朝5時10分ぐらいでしょうかね、えー、今日はあのこの文章を書いて配信作業が終わったら息子と一緒に釣り堀に行って午前中は釣りを楽しむ予定になっています、えー、9月の初旬2人で おいしいものを食べながら温泉を楽しもうという、まあ、そんな企画を立てたんですけれども、えー、まあ緊急事態宣言の延長に伴い、まあ、やっぱり中止にした方がいいよねということでそれは中止になりました、うん、え私が1人で車であの乗鞍に行くというのは、えー、実行したんですけれども、まあ、2人で、えー、まあ旅館に泊まるという作業はやめようという話になりました 今朝は野外の釣り堀であの静かに釣り糸を垂れるだけなのでまあ安全だろうということで実行することに決めました、えー、もちろんそこはあの消毒もしますしマスクもしますしそれぞれあの距離もとって野外のことですし、えー、触れるのは人間ではなくあの釣り竿と多分魚1匹ぐらいだと思うんですけれどもね 数か月前に一度そこに行ったことがあってその,時にその時にはお互いに大きな声を一匹ずつ釣り上げて満足して帰ってきたんですけれどもまあ今朝はどうなることやらという感じです私はあの釣りの楽しみというのは、えー、父方の祖父に教わりましたまめな人でよく川に連れて行ってくれてそして釣りの仕方 というか、まあ、川で遊び遊びび方って言いますか川で安全に遊ぶにはというふうな、まあ、そんなことを教えてもらってよくあの子供の頃は夏休みになるとほぼ毎日釣りに行ったり川遊びしたり、まあ、あのおじいさんが一緒に来れない時がもちろん多いわけですけどもその時には近くの友達と一緒にバケツを持ったりビクという、ね、あの魚を入れるあれを持ったりして川で遊ぶことが多かったように記憶しています。 うーんまあ、最近そういうカー遊びがど,、ね、どれだけ自由にできてるのかよく分かりませんけれどもうーん、まあ、今日は釣りを楽しもうと思っていてで釣りをしてる間というのはほぼ無言なんですよね。えー、一人でじっと浮きを見ていると。で釣れた時も「おーとかおー「来た!」とかまあそういううなるような掛け声があるだけで。 会話にはなりません、うん、釣り上げても別に良かったねとかそういうこともないのでまあよしよしと自分で思ってるだけで終わっちゃうわけですけどもね、まあ、温泉などに行った時も、あのー、息子との会話は「うまいねこれ」とか「温泉では気持ちいいね」とかまあそういうありきたりの言葉が、えー、交差する程度で言葉数が実に少ない、えー、私と息子。 まあでもなんとなくそういう時間を共有することでこう同じ陣営の中にいる人間という気分えどこかでやっぱり味方であるというような気分が深まって気分よく戻ることができるんですよね。昨日実はあの茨城カウンセリングセンターの永原先生とえ夜ズームで。 対話の時間があったんですけれどもその中でやっぱり親と子の関係というのは、えー、各自がやがてこう持つであろう誰かと友達になるというのとは本質的に違うものがあるというふうな話をしたんですよねもう親の存在というのは子どもにとってはもう生まれた時からの環境の一つであってもうそれこそ えー、同じ陣営の中に生かされているっていうかそういう存在なのでこう友達というふうなも関係とは全く違うということを少し、えー、の考えたり話をして非常に楽しい時間になりましたまあ,あの私もいつまでもこういう時間を持てるとは思ってないんですけれどもまあでも今日は、えー、お休み気分で釣りに出かけてこようと思っています。 えー、皆様にとっても気持ちの良い週末になりますようにと願っています。えー、釣りの報告はあえていたしませんが、えー、どうぞ、あのー、それぞれ、えー、楽しみを広げながらこの秋でもやっぱ秋になりましたね秋をいろんな形で楽しんでいただけたらと思っています。それででは良い日にになりますようにお元気で